はい、お疲れ様です。 QP5 です。あの今だけ188回からのね、流れ、いつもならこうなんか話途中でやめるのかっていうぐらいで、こっちに持ってくるけど、今日うまく完結しちゃって、綺麗にまとめちゃったんで、そうそうそう、ネタがないと思ったけど、まあそう、最近何もない、大丈夫、ない。やる気もない。いやいや、はい、さっきからほらラーメン食べたくなってしょうがない。そう、ラーメン、そうそうそう。で、だからほら海鮮丼の話もしたやない。うん、ちょっとで海鮮丼好きって聞いたけ、はい、糸島に行って、うん、そうそうそう、で写真まで見せてもらって、はい、でその写真見たら今度自分が海鮮丼が食いたくなって。そうですね。いや、だからめっちゃあれ、糸島のどこら辺、うん、あ、もうどこっていうのがね、ちょっとわかんない、ね。店の名前は言える？あの、春さんっていうところ。はい、うん、お寿司屋さんみたいな、みたいな感じですね。いや、あのあれも写真見てめっちゃ美味しそうやね、うん、あれで定食になってるっていうか、そう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 、海鮮丼の丼だけじゃなくて、なんかそれにこう、うん、やっぱ茶碗蒸しとか、あ、全部ついてるんだ、うん、何がついてたっけ、なんかいろいろついて、最後コーヒーとスイーツまで、うん、あ、全部ついてるんだ、そう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 、それ海鮮の今日食いてえな、今日なんだそっちはラーメン食いたくなってきたろ、ですです、うん、そうそう、新進のラーメンね、まあ、うん、そう、だから海鮮丼の美味しいとこ探さないかんですね、ね、はい、そう、そうで最近で、うん、いやいや、今から糸島に行ってもね、ほら今時、うん、雨降り寄ったし、はい、うん、車混んでるかもしれないと、うん、この手元にあるやつ何ですか、これね、あの、そう、そう、ネタが、そう、あの、な吉丸さんがネタがなかったら、はい、もう自分がほら持ってくるかしかないので、ね、うん、うん、食べ物ネタね、これと説明せない関係ね、そう、そう、最近ですね、自分の知り合いのウーバーイーツをしてる人がいて、うん、最近どういう、まあ、中川の話ですよ、これ、うんうん、あの、どこが多いですかと、ウーバー最近あの多くなってきて、よく見るんですよ、うん、自転車とかバイクで配達してる人ね、うん、あの、カバン見るね、うん、見る、うん、で、ただこの中川の385号線沿いもそうやけど、うん、はい、その、まあ、道前の四つ角というすごいね、マイナーな話ですよね、ローカルな、うんうん、春日に向かっていく道ね、うんうんうん、あそこのやっぱ、うん、マクドナルド、うん、何あれ、ケンタッキー、はいはい、あと何がある、ファーストフードなんか3つあるんよね、うん、え、なんか、あ、ボス、あ、モスモスかな、なんか、うん、やっぱそこの系統のやっぱ配達が多いという話を情報としてね、うん、うん、聞いて、うんうんうん、そういう話をしよったら、うん、あ、だけどそういえばこの前大橋のあそこも行ったなとか言って、何の話って言ったら、うん、大橋駅 の地下っていうのかな、はい、うんうん、あそこにほら竹の屋さんっていう、よく川の美味しいね、うんうんうん、こんなピラミッドみたいな川で、はいはい、うん、レモンサワーの話したとか、そうそうそう、レモン、あ、そう、レモンサワーの話、そうだ、ね、で、あそこ、うん、やっぱ未だにお昼行ってもやっぱそのレモンサワーセットで、うん、なんかのあの290円ぐらいで、はいはい、なんかね、うん、言ってたもんね、めっちゃ安くて飲めるんですよ、食べれるんですけど、うんうん、その隣に韓国 の、うん、あの 食材っていうか惣菜屋さんみたいなのがあって、うんうん、そう、そこの、キンパ、はい、キンパって分かります？キンパじゃないですよ、さっきね、うん、キンパかキンパか言ってそこがなんかこの前配達したと、でキンパが今人気で、はい、そのキンパの配達をしたとか言って、はい、わざわざ大橋から行った鳥に、中川から大橋取りに行ってそこから配達したんだっていう話して、はい、で自分食べたことなかったんですよ、で、うんうん、なんだって聞いたら、うん、その日本でいうと巻き寿司みたいなもんだということを聞いて、はいはいはい、うん、それから気になり始めて、はい、で先週行ったんですよ、うん、うちの奥さんと、まあ、ドライブがてら行って、うんうん、40分100円の、うん、パーキングに、うん、まあ、40分やったら100円で帰ってくれるやろうって言って、そこ止めて、うんうん、そこから歩いて、うん、大橋駅まで行って、うんうん、まあ、もちろん川も買いましたけどね、うん、焼き鳥やっぱ買っちゃうんですよ、うん、もう買って、うん、で隣にあって、あ、これがキンパかと、うんうんうん、ただやっぱ同じ巻き寿司と同じでもういっぱいいろんな卵からもういろんなのが入ってるんですよ、うん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 、だけどね、パッと見た感じ、はい、なんですかね、太さが違う、日本のと小型ですよね、小型っていうかね、俺は薄いと思った、一瞬、うん、一瞬日本のより半分ぐらい薄いんじゃないかと、うんうん、でその話をしてて、まあ、対比として比べたら、まあ、俺は、うん、よく使ってるね、うん、指のテーピングの、うん、こう太いやつと細いやつの違いがあるとか言って、したらちょうど今道場だからあったんですけど、うんうん、まあ、これが日本の巻き寿司するじゃないですか、もう極端な話ですよ、こんなに細くないんですけど、だキンパは俺から言わせるとこんな感じに見えたんですよ、極端すぎる、これちょっと極端やね、うん、こんな薄いやつってこれこっちの半分ぐらいかな、うん、半分ぐらいかな、うん、ぐらいだったんですよね、だからこれを2個まとめてこう食っちゃうぐらいの俺のイメージで言うと、はいはい、あとなんか卵はほら日本の巻き寿司の方が卵がほら太いような
イメージがある、こう黄色いのがドーンとあるじゃないですか、よく、うんうん、だけどなんか卵もちっちゃかったし、うんうん、その代わりなんか具材がいっぱい入ってるっていうイメージがあって、うんうん、美味しかったんでしょ。そう、美味しかった美味しかった、ね、普通に、うん、普通にね、うん、でだけどなんかこうあのまだこう具材別の具材も楽しみがなかった、1種類しかなかったんよ。うんうんうん、なるほど。そうでだ後でなんかいろんな写真見たらなんかその、うん、いろんな具材のなんか写真があって、あこっちの方が食いたかったなとかね、あなるほどね、うん、そのカルビが入ってるやつとかやっぱ焼肉とかね、はい、こんなん入れるんだみたいなのがやっぱ韓国の独創性、うんうん、で日本の場合はこうなんか定番的な、うんね、今でこそほらなんかサラダ巻きとかシーチキン巻きとか、うんうん、ちょっとカリフォルニアロールっぽいね、はいはいはい、なんかこうアメリカナイズされた、うんうんうん、あるけど美味しいのっていうのもあるじゃない、これ美味しいのかなとかいうのもあるけど、うんうん、だけどやっぱり日本のは定番定番定番こんな緑色のご飯じゃないけど ね、うん、ね なんで巻いてるんだろう、これトロロかな違うかじゃあね、これピンクなんだろう、ね、あれあったよね、巻き寿司でピンクの入ったやつ、あれ何 なんですか、名前は。あ、桜伝武。え、桜伝武って言うとあれ、うんうん、あれは何でできてるの、あれ子供の時あれ、ああいうなんかカラフルで、そう、うん、そうカラフルなんですよ、日本のは巻き寿司は。でどっちかというと韓国のはその色じゃなくて、うん、そのなんか具材のその同じような色がガーってあるから、結局これ何なんだろうみたいな感じで、うんうん、え、何色っぽいの、茶色、そうそう、全部炒めたやつみたいな感じで、その中に黄色がちょっと見えるみたいな、ね、うん、だからもうこれもなんか国民性なのかなと思って、ね、まあ、韓国のね美味しいのいっぱいあるから、うんうん、だからただ名前をね覚えてないから、うんうん、今回初めてからキンパっていうのを知って、うんうん、まさかウーバーイーツの話から流れからキンパを知って、それをまさか奥さんと買いに行こうという気持ちにさせて、うんうん、で話しちゃったらね、あまた焼き鳥食いてとかね、うん、また大橋駅のあそこはちょっとあの持ち帰りとかバッとできるので、うんうん、結構あの結構楽しい場所ですよ、あそこ行ってほしい、一度行ってほしい、ね、うんうん、ナイルのカレーもあったり、うん、食べたことある、お弁当もね時間したら結構何十パーオフのお弁当とかもあって、そうなんだ、うん、唐揚げ屋さんもあったし、うん、おすすめ、ね、おすすめそこで買ってきてここで飲みながら放送するっていうのも面白いし、 あ、ね、あ、いつの間にか7分になっちゃった、あ、30分過ぎた、あ、今からあのゼストの GTA4 がありますので、はい、そっちの方に切り替えていきたいと思うので、はい、今日の QP5 はこれまで、はい、すいませんねぶった切ったらいいわけ、ね、でも聞いた聞いた、まあ、さっきまとめたのに今度ぶった切ってしまったっていうね、じゃあまた来週、また来週、はい、こんな感じです、こんな感じですさよなら、はい